シチズンプロマスターデジタル式の腕時計革製バンドの腕時計ジラールペルゴがドイツ海軍省工用に製造した史上初の量産型腕時計布製バンドの腕時計クロノグラフバリ表示によるストップウォッチ機能を搭載。シチズン製横から見たところ金具や二重のベルトが特徴分解した腕時計腕時計はベルトによって手首に巻くことで携帯できる時計である。 ベルトに時計本体が結合、固定され、これを手首に巻いた状態で携帯でき、かつ視認できる小型の時計である。英語では、懐中時計も含んでウォッチ、あるいは特に区別する場合は、リストウォッチという。日本語では、時計で総称されているが、英語ではこれら以外の受け時計や掛か,かり時計といった身に、付けない時計はクロックであり、日本でも、 業界ではもっぱらこの英語における分類に順じて扱われている。19世紀以降、携帯用の時計として一般的であった懐中時計は時刻を読もうとするたびにわざわざポケットから取り出す時間のかかる動作をしなければならなかったが手首に巻いておけば即座に時刻を読み取れるという利便性がある。また行動中に懐中時計を死認する場合、手のひらに持って死認する必要があり、 時間確認の間は時計を持った手が塞がってしまうが、手首に巻いておけば、死人の動作は一瞬であり、いつでも両手の手、指が全部使える。ただし、邪魔にならないような形で腕に時計を巻きつけるためには、時計を十分に小型化する必要があり、それは決して容易ではなかった。懐中時計に代わって、本格的な普及が始まったのは二十世紀に入ってからである。 当初は先行した懐中時計同様、ゼンマイバネを動力源とし、髭前米、添付、ガンギシャ、アンクルなどからなるエスケープメントを刑事機構とする機械式時計であった。機械式腕時計は懐中時計の生産で先行したスイスなどの国々が世界的な市場を占有し、1970年代までの主流であった。これに対し、1960年代に、 腕時計として実用化された、水晶発信ケージのクオーツ式は、より高精度であり、また、日本のメーカーの活動によって、短期間で比較的安価に量産が可能となったことから、以降は圧倒的に多く普及することになった。21世紀初頭現在でも、大衆向けの実用腕時計の駆動方式は、クオーツ式が一般的で主流である。ただし、 旧来の全米動力で動く機械式時計は製造に手間がかかり製造コストが高く結果としてわざわざ機械式を用いることは希少性を感じさせるので現在では主として高級価格帯の製品の機構として用いられている。なお世界的には電池入手が容易でないなどの理由から機械式の腕時計がもっぱら用いられている地域も存在する。 最初は単に時刻を示す機能しかなかったが、その後様々な機能を付加させる試みが行われた。例えば、ストップウォッチ機能の付加、月齢や使用の未知比を表示する、もの、等々である。防水性を高める努力も行われ、ついには潜水用の腕時計も登場した。使う人により、どのような意図で腕時計を用いるかは異なる。 時刻や時間を知るために用いるのが基本ではあるが、例えば登山家、ダイバースポーツマンなどのためのモデルは、単なる時刻、時間の表示機能の他に、高度な耐候性、耐久性、負荷機能のついた実用品である。他人に見てもらうためのファッションアイテム、一種の送信具として用いる人もいる。時代が進むにつれ腕時計の大衆化と必需品化が進行し、 20世紀末期には先進国で職業を持つ人々の多くが腕時計をつけているような状況であった。近年では時計機能を内蔵した携帯電話やスマートフォンが普及したことで携帯できる時計の機能はそれで済ませ腕時計を着用しない人が増え販売数は減少傾向にある。腕時計の最古の記録はジュネーブの時計賞ジャケドロー ルショーが1790年のカタログに記載されたものと言われている。また、現存する最古の腕時計は、パリの宝石商が1806年に製作した時計を組み込んだエメラルドのブレスレットとされている。1810年には、時計採掘士のブレゲが、ナポリの王妃のために、金髪と金で編んだベルトで腕に装着できる、ミニッツリピータとバイメタル温度計を備えた卵型の、 時計を制作して2年後に完成させた。このように宝飾品として制作された例は、以前からあったがほとんどが一点ものであり、普及したものはなかった。腕時計が製品化された景気は、軍からの需要である。懐中時計を片手に、砲撃のタイミングを計測していた砲兵が手首に懐中時計をくくりつけて使用する工夫から始まったと、されている。 ドイツ軍がこのアイデアの製品化を時計メーカーに打診している。1879年にドイツ皇帝ウィルヘルム・一世がドイツ海軍用としてジラール・ペルゴに腕時計を2000個制作させたという記録が残っている。この時計は盲目状の金属製カバーを備えていた。その他早々期の使用例としては1899年の防和戦争でイギリス軍将兵が 海中時計を手首に革ベルトで装着した例がある。当時は、保冷書キッチナーの名を取り、キッチナーベルトと呼ばれた。オメガは世界に先駆けて1900年に腕時計を商品化し、1902年には広告を打っている。しかし当時は、女性用海中時計の流位置を横に変えて、革ベルトに固定しただけのもので、デザインの武骨さから一般に普及することはなかった。 その後腕時計専用のケースとムーブメント開発が行われるようになったが依然として男性用は懐中時計が主流で腕時計は正式な存在とはみなされなかった特定ブランドの腕時計として最初に人気製品となったのは1911年にフランスのカルティエが発売した滑形ケースの新種時計サントスであるサントスの原型はルイ・カルティエが 友人の飛行家で富豪のアルベルト・サントス・デューモンに依頼され飛行船操縦中の使用に適した腕時計を製作したものであった。後年その洗練されたデザインがパリの社交界で話題となり市販されるに至った。サントスはスポーツウォッチの古典となり21世紀に入った現在でもカルティエの代表的な製品の一つとして市販されている。第一次世界大戦は 腕時計の普及を促す契機となった。ハミルトンやブライトリングが組用腕時計を大量生産するようになり、男性の携帯する時計は懐中時計から腕時計へと完全に移行した。戦後には多くの懐中時計メーカーが腕時計の分野へ転身した。第二次世界大戦以前からの主要な腕、時計生産国としては懐中時計の時代から、 大量生産技術と部品互換システムが発展していたアメリカ合衆国の他古くから時計産業が発達したスイス、イギリス、ドイツなどが挙げられるが、後にイギリスのメーカーは急変な生産体制が自流に追いつかず市場から脱落し、ドイツのメーカーは廉価体の製品を主体とするようになった。アメリカのメーカーも1960年代以降に 高級品メーカーが水防して、ブランド名のみの切り売りを行う事態となり、正確な意味で存続するメーカーは大衆向けブランドのタイメックスのみとなった。スイスでは、時計産業が膨大な中小零細企業群による分業制に基づいて形成されており、廉価品から高級品まで広い価格帯の製品を供給することができた。業界全体の連携が進み、 1920年代以降は産業防衛目的のカルテル構築が本格化。1934年にはスイス連邦政府が政令による時計産業保護に乗り出した。スイス時計産業の独特な構造は1960年代までスイス時計の国際競争力を維持し、最盛期には自社でムーブメントを製造できる一貫生産メーカーのほか 多数のムーブメント専業メーカーに支えられた、有名無名の膨大な時計ブランドを要した一方、業界全体の近代化では遅れを取る結果となった。なお、スイスメーカーのムーブメントを部品として輸入して、ケース製作と最終組み立て物み輸入国で行うノックダウン、生産手法の一種、シャブロナージは、関税抑制の目的で、懐中時計時代の19世紀末から見られ、 腕時計主流の時代になっても盛んに行われた。20世紀に入ってからはアメリカの大手時計メーカーの一部がスイスに自社現地工場を置いてムーブメント生産を行い人件費を抑制しつつスイス時計業界、スイス政府の利益一出政策を回避する動きも生じた。ジャガールクルト製自動巻き腕時計の内部成功、プレスマチックのムーブメント、 上部に回転式ローターが見える自動巻き腕時計とは、時計内部に半円形の重りが組み込まれており、装着者が腕を振ることにより重りが回転指導力のゼンマイを巻き上げるものである。重りを仕込んだ自動換気口自体は、懐中時計用として、スイスのアブラー・アン・ルイ・ペルレにより1770年頃に発案されていたが、ポケットに収まった安定状態で持ち運ばれる。 海中時計よりも手首で振られて完成の働きやすい腕時計により馴染む技術であった。それに対してブレゲは振り子による自動巻き、ペルペチュエルを開発したが構造が複雑だったため一般には普及せず、19世紀の海中時計のほとんどは鍵巻き及びパテックフィリップの創始者の一人であるアドリアンフィリップが1842年に発明したリューズによる手巻きであった。 最初の実用的な自動巻腕時計となったのは、イギリスのジョン・ハーウッドが開発した半回転ローター式で1926年にスイスのフォルティスから発売された。続いて、より効率に優れる全回転式ローター自動巻きがスイスのロレックスで1931年に開発され、同社はパーペチュアルの名で市販、オイスターケースと呼ばれる防水機構とともに、 ロレックスの名を広めた。初期のロレックス自動巻きに代表される手法の弱点は、ローターの存在する分、手巻き式ムーブメントに比して、厚手でかさばってしまうことで、主要な時計メーカーは、自動巻ムーブメントの改良過程で、薄型化と簡略化、効率良い動力の取り出し方を試行錯誤した。片方向き回転式や、オメガの一部機種のように、 ローターの回転幅を制限した過渡的なモデルなども見られたが、1950年代以降は大幅に薄型化された両方向全回転式ローターの自動巻きが本命となって普及、現在の自動巻き腕時計では全回転ローター式が一般化している。また、ローターの形状もペルレの時代の半円状から、 外周部に金などの重金属を使用したり中抜きした形状にするなどして回転効率を向上させている。自動巻き腕時計の多くはリューズを用いて全イを手巻きすることもできるが構造を簡素化する目的で自動管専用としたものもある。自動巻きは装着されている間全イの力が適度な程度に蓄えられ手巻き式に比べて精度が高くなる傾向がある。 身につけていない場合には、ワインディングマシーンにセットしておくことでゼンマイを巻き上げておけるため、機械式腕時計の収集化が、その種の装置を用いる例が見られる。日本では1913年、ハットリ時計店が国産初の腕時計、ローレルを発売しているが、その7国ムーブメントは、懐中時計との共用品であった。サイズの制約が厳しい腕時計の技術で、 スイスやアメリカの製品に被験することは容易でなく、日本製腕時計への評価は、当の日本でも、第二次世界大戦後まで、決して高くなかった。1957年時点でも、日本の腕時計市場では、スイス製品が大いに幅を利かせ、スイス時計は年間で、約200万個程度が流入していたが、そのうち、正規ルートで輸入されたのは30万個程度で、 あとの大部分は密輸入だったという。上級価格帯では、オメガやロンジン、廉価品ではエニカ、ジュベニア、シーマといったスイス系銘柄の人気が高かった。それでも1950年代以降、日本の腕時計の技術は着実に進歩して、国内の廉価帯市場では輸入品を圧するようになり、1960年代以降はカメラと並ぶ主要な輸出商品となった。 手巻きロビート式が標準であった当時、上位にブランドから送り出された成功、マーベル、シチズン、ホーマーは、共に、スイス製腕時計を参考にしつつも、高精度と自動生産化を両立させるための構造合理化、パーツ大型化などが試みられ、両者の技術的なターニングポイントとなった製品である。1955年には、国産初の自動巻き腕、時計。 成功オートマチックが発売され、その後もグランド成功、シチズンクロノメーターなどスイス製に匹敵する制度の国産時計が登場した。耐震機能や防水機能の装備、自動巻きやカレンダー機構の導入も急速に進行した。1964年には東京オリンピックの公式掲示機器として海外メーカーを抑え、成功が採用された。成功は 電子ケージを採用し、オリンピックで初めてケージに関してノートラブルを実現した。これを契機に日本製腕時計が世界的に認められるようになる。日本の主要な腕時計メーカーは電卓分野からエレクトロニクス全般に成長した総合メーカーであるカシオ計算機を除くとすべて懐中時計や柱時計の分野から参入した企業である。成功とシチズン時計。 カシオの3社が主要、大手メーカーである。機械式腕時計時代の国産第3位であった、オリエントは、業績不振から現在は、成功エプソン参加にて存続する。リコーエレメックスは、柱時計メーカーに期限を持つ旧、高野精密工業の後ろ身で、1957年から、高野ブランドで腕時計を生産したが、 中京圏に本拠があったため1959年の伊勢湾台風で大被害を受けて業績悪化、1962年に利口に買収され、後腕時計ブランドも利口に変更した。機械式の腕時計には振り子の代わりとなる添付が組み込まれており、その振動数が高ければ高いほど時計の精度は上がる傾向がある。並久腕時計の添付は振動数が四から六回、 秒のロービートだが、高精度型腕時計では8から10回、秒の多振動となっており、ハイビートとも呼ばれる。現代の機械式時計の打ち水性の多くは、ハイビートであり、また、日本製でも上級品は、ハイビートが多い。ただし、ハイビート仕様とすると、部材の疲労や摩耗が早まり、耐久性では不利である。電池エネルギーで作動する、腕時計は、アメリカのハミルトンが開発し、 1957年に発売したベンチュラが最初である。これは超小型モーターで駆動する方式で、超速の最終段階には機械式同様にテンプを使っていた。ボタン状の小型電池を使う手法は、以後の電池支給で時計に踏襲されている。ブローバーキュトロン。電子部品と共に中央に音差が見える1959年には、やはりアメリカのブローバーが、 音差子給で時計、アキュトロンを開発した。超小型の音差2個を時計に装備して、電池動力で振動を与え、音差の特性によって一定サイクルの振動を得る。この振動を直接の動力に、一方向のみへ駆動力を伝えるラッチを介して、分身自身を駆動するものである。振動サイクルは、毎秒360回と、クオーツで時計登場の前では最高水準の、 制度であったが、ブローバが技術公開やムーブメント供給に積極的でなかったこともあり1976年には生産を終了している。クオーツ時計自体は1920年代に発明されていたが、当時は農動素子に真空管を使用していたため、タンス並みに大きな末置き式時計となり、しかも高価なことから、天文台等の研究機関や放送局における 極めて精度の高い刑事手段を要する需要でわずかに利用されただけだった。クォーツ時計が携帯可能なサイズとなって一般に広く使われるようになるには集積回路が安価に利用できるようになる1960年代を待たなければならなかった。ブローバのアキュトロンに危機感を抱いた成功は遠からず推奨時計の時代が来ると確信し、1959年に クーツ腕時計の開発プロジェトトをスタートした。1967年、世界初の交通で時計のプロトタイプが登場した。スイスのセンターエレクトロニークホーロガによる、ベータ1、および日本の成功によるアストロンのプロトタイプである。1969年12月25日に、成功は、世界初の市販交通で時計。 アストロンを発売した。当時の定価は45万円で当時42万円だった大衆車トヨタカローラよりも高価であった。振動数の高さは圧倒的で機械式は愚かブローバの音差式アキュトロンをもはるかにしのぐ日差プラスマイナス0.2秒以内月差プラスマイナス3秒以内という高精度を実現した。銀電池で1年以上駆動する。 ウォッチに限らず、クロック等、あらゆるクオーツ時計に、共通のことであるが、推奨発信子の周波数には、単純な二分周の繰り返しで1秒を得られるなど、扱いやすい 32,768Hz が、もっぱら使われている。クオーツ腕時計は、機械式やそれ以前の各種電池式に比べ、圧倒的に誤差が少ないこと。 成功が特許の公開を行ったため各社が製造に参入し、急速にコスト削減が進んだことから、1970年代に市場を席巻した。なおスイス側から見て、スイス国内の時計生産は成功におけるクォーツ時計の量産により、品種の状態まで追い詰められたため、これをクォーツショックと呼んでいる。数字点滅表示式の、いわゆるデジタル式の腕時計として、 最初に市販されたのは1970年、アメリカのハミルトンのパルサーであった。しかしパルサーは赤色の発光ダイオードを標器に使用しており、断線しやすく修理が困難。また時刻合わせは専用の磁石を裏面に近づけて行うなどの特殊な構造で、かえって実用性に問題があり、若干が出現した同種のフォロワーともども数年のうちに市場から消えた。 実用的なデジタル腕時計の実現はその後の液晶表示器の導入以後で1972年から73年にかけ、クルエン、成功などから LCD 腕時計が出現した。当初は物珍しさもあり極めて高価な価格設定の製品とされた。しかし、ボタンスイッチの電気接点以外に可動部品皆無な構造で大量生産に適する。 という電子機器の常で短期間のうちに低価格化が促進され、一般に針式より、廉価な設定の商品となっている。子供用や、ノベルティなどの目的で製造される時計は、それまでの針式、機械式時計の場合、トゥースクラブ脱進機搭載の通常品に比べて、低コストだが、精度や耐久性で甚だしく劣るピンレバー式脱進機の安物が主流であったが、 液晶式デジタル腕時計は、その種のローエンド市場を一新し、改めて開拓する製品に位置づけられた。その後アラーム機能、ストップウォッチ機能など、腕時計の高機能化と低価格化が同時に進み、かつて高級品であった腕時計は、子供の小遣いでも買えるような身近な存在となって消耗品化した。それ以前のような定期的な分解掃除が不要となり、 在来型機械式時計を取り扱う技術者を要する時計店が日本全国で3万件廃業の縁に立たされたとも言う。1980年代に入ると制度ではクオーツに劣るものの熟練工によって作り上げられる機械式の腕時計の良さが再評価され始めスイス製の高級機械式腕時計が徐々に人気を取り戻してきた。クオーツ時計登場以降欧州では 機械式時計のメーカーやムーブメント製造を行う専門メーカーの再編と淘汰が進みコストカットの観点から部品の製作加工に自動化設備が導入され世界的な規模でムーブメントの共有化が進んだその結果スイスのエタがヨーロッパの機械支給で時計業界へのムーブメント供給で大きなシェアを占めるようになったこのため高級ブランドは 大衆ブランドと同型のムーブメントを共用しつつ、ケーシングによる差別化に技術とコストを集中できる状況となった。一方で、マニファクチュールと呼ばれる一部の特殊なパーツを除きムーブメントの開発、製造から組み立て、仕上げまでを一貫して行えるメーカーも存在する。時計製造を専門としない無名のアッセンブリーメーカーが、 アジア製の廉価なクォーツムーブメントをやはり廉価なケースに収めて実売1000円から3000円程度の格安価格で流通させる事例は1980年代以降の日本でも一般化したこの種の無名な廉価時計は中国などで組み立てられるものが多くまた在来の時計商の卸売ルートでなく時計販売を専門としない雑貨卸売のルートで市場に流通したことから 時計業界では雑貨時計と呼ばれた。その種の廉価時計は当初こそ特にケース周りの製造品質定列を露呈して不評を買ったが、制度自体はクォーツ方式のため必要な水準に達しており、1990年代までにはケースの設計、組み立て技術も向上して防水面等でも十分な実用性を備えるに至ったため、 世界的に量販価格帯を席巻した。このようにして手軽かつ高機能なクォーツ時計と高級な工芸品、試行品の機械式時計という位置づけで住み分けがなされるようになった。スイス製の機械式腕時計が右肩上がりの成長を始めるのと同時に日本製のクォーツ式腕時計の業績は急激に悪化し、さらにアジア製のクォーツ時計との価格競争に敗れ、 大幅にシェアを奪われた。しかも日本メーカーは、自らが生み出したクオーツ技術により、1970年代以降、世界的に認められていた、機械式時計技術を持つ職人をほとんど失っており、苦境に立たされた。1980年代半ばから、完全にコモディティ化した方式の張り式や、液晶デジタル表示の腕時計に変わる、新たな付加価値を模索する動きが始まった。 以下に各社の動向などを記す。成功は、復権をかけ、高級機械式腕で時計として1960年代に名声を博した、グランド成功などを復活させるなど、機械式腕で時計に再度力を入れた。機械式ばかりではなく、ビスカススイープキネティックスプリングドライブなど、新方式の研究も進め、実用化している。2000年代に入ってからアワクレドオールブランドの長、 高価格帯製品、スプリングドライブソヌリなどや、成功スペクトラムのような新コンセプトのモデルも作っている。ビスカススイープは、クオーツで時計で、音差時計のようなスイープ運針を、ダンパとバネにより実現した方式であったが、採用したムーブメントは1988年の後 s 2 1と90年の後 s 4 2にとどまった。キネティックは1988年に、 成功が発売した世界初の自動巻き発電空をツで時計、成功オートクオーツのムーブメントに使用された方式である。発売時は機構名を AGS としていたが1997年にキネティックに変更された。キネティックは自動巻き時計と同様にローターを内蔵し、腕の振りによって発生したローターの回転をはぐるまで、 約100倍に増速し発電した電力をキャパシタに蓄える電池交換不要の交通で時計である。装着していない時には小電力のため針の動きが自動的に停止し、再び装着され振動が与えられるとそれを感知して自動的に現在時刻に復帰するオートリレー機能を組み込んだキネティックオートリレー、小の月だけでなく、ウルード氏においても 正しい日付を示すパーペチュアルカレンダーのキネティックパーペチュアル手巻き充電にも対応しパワーリザーブ表示機能を持つキネティックダイレクトドライブもある。スプリングドライブは1999年に成功がリリースした機械式ムーブメントに推奨振動子を使用した超速機構を組み込み動力源に全米を使用しながらクオーツ時計と同等の高精度を実現したものである。 手巻きあるいは自動巻きによって巻き上げられた全イは針を動かすと同時に発電を行いその電力によって水晶振動子を備えた超速機構を動作させるこのため機械式超速機構で使用されるテンプやクオーツ時計で使用される電池が不要である成功ではこのスプリングドライブをメカニカル式とクオーツ式に並び立つ第三の駆動機構と位置づけているシチズンの エコドライブは光発電によって駆動する。また外気温と装着者の体温の差を利用しぜベック、効果によって発電した電気エネルギーを動力源にするエコドライブサーモの腕時計もあった。カシオ計算機は腕時計は床に落とせばたやすく壊れるという常識に反し、2から3回から落としても壊れないという対、衝撃性能を備えたタフな腕時計。 g ショックを1983年から発売した。この g ショックは、その頑丈さを買われ、過酷な状況にある湾岸戦争やイラク戦争などの戦場で、兵士たちに愛用されていたという。最初はデジタルウォッチのみの展開であったが、1989年にはデジアナウォッチもラインナップに加えた。日本ではそうした剣道性を重要視されることは、ほとんどなく、 大衝撃を考慮した、やや厚めのサイズと、無骨なデザインということもあって、発売早々ヒットとはいかなかったが、90年代に映画作品などで登場したり、また商品収集ブームも視野に入れ、限定商品を多数投入する販売推進策も採用し、それによって一人が多数購入するように仕向けた結果、販売数の大躍進に至った。スウォッチは安価なクォーツ時計に、 鮮やかな色彩、有名アーティストによるデザイン、少数限定販売という付加価値を与えることで、コレクションアイテムとしての性格を備え、ユーザーの支持を集めた。デジタル表示腕時計の生産に踏み切った際は、ニコラス・ネグロ・ポンテの協力を得て、インターネットタイムを提唱したが普及には至っていない。2010年頃において、壁時計では、秒針の音を避けるなどの目的で、 スイープ運針のものも多いが、クオーツー時計ドは、成功の超高級ラインのスプリングドライブ系を除き、すべて秒刻みの運針であった。シチズンの技術により、参家のブローバから、毎秒16回駆動のクオーツー時計が発売された。シチズンとブローバは、以前に、音差支給で時計で提携し、ブローバからの技術導入で、シチズンが国産化した、という経緯がある。また、 機械式腕時計における脱進機の新機構の考案も続いている。スイスの老舗メーカーであるユリスナルダンが2001年に発表したフリークは新しい脱進機の導入により潤滑油を不要としている。オメガはジョージ・ダニエルズが発明した高クシャルと呼ばれる新機構を導入し機械式時計の心臓部である超速機構との動力伝達を果たす脱進機機構における 摩擦の大幅な低減に成功している。さらに近年では、フリーク、高アクシャルに追随するように独自の脱芯機を開発したり、ガンギーシャやアンクル、ヒゲゼンマイに、シリコンや新たな特殊合金などの先端素材を採用したりして、オイルフリーや精度向上を目指す動きもあり、さながら脱芯機革命とも呼ぶべき状況が生まれつつ、ある。 2013年5月のベイスルワールドにおいて、スウォッチはシストム51を発表し、同年末頃発売を開始、日本では翌14年春頃から販売している。シストム51は通常10万円以上するような機械式自動巻き腕時計と同程度の性能を持ちながら、スウォッチの発表によれば完全機械化された製造工程と51の由来である。 部品数など、現代的な再設計により、スウォッチの他のクォーツ式と同様なファッショナブルな、スタイリングと同程度の価格帯における新しいコンセプトとしての、機械式を提案した腕時計である。1990年、ユンホンスが、世界初の電波式腕時計、メガ1を発売した。1993年、シチズンは、世界初の多局受信型電波時計を発売した。 電波支給で時計は2000年代に入ってから売れ行きを伸ばしている。電波時計は標準電波を受信することにより時刻を自動的に補正する。基本的には、クォーツ方式で時を刻むが、1日に数回、原子時計で管理された標準電波を送信局から受け取り、自動的に正しい時刻に修正するため、電波を受信できる環境にあれば誤差が蓄積せず、 いつまでも正しい時を刻むことができる。GPS ハイブリッド電波ソーラー腕時計2011年、シチズンが世界初の人工衛星を使った衛星電波支給腕時計エコドライブサテライトウェーブを数量限定で発売した。また、2012年には成功が GPS 衛星を使った衛星電波支給腕時計アストロンを発売した。 2014年7月にはカシオから衛星電波または地上標準電波どちらかを受信して時刻修正する世界初の機能 GPS ハイブリッド電波ソーラーを搭載した G ショックが発売され10月にはフルメタルボディのシャネスにも搭載された電波時計と違い送信局を経由して時刻修正することが不要となり屋外で 位置情報が受信できる環境にあれば、現在地時刻を取得できることが可能となる。時計付きの携帯電話の普及により、手首の腕時計を見るのでなく、懐中時計のように、携帯電話を取り出して、時間を確認するという、20世紀初頭の時代へ、逆行するような現象も一般化しつつある。日本では、腕時計を身につけている時でも、 ほとんど携帯電話で時刻を確認しているという人がほぼ半数を占めるという調査結果もある。2001年、シチズンと日本 IBM が共同開発した試作機、ワッチパド1.5が Bluetooth 搭載では世界初。2006年、Bluetooth 通信を可能とした腕時計として、世界初、i、バートを発売。近年、スマートフォンと Bluetooth で、 リンクできる腕時計、スマートウォッチが普及。自動時間修正、時報、ワールドタイムストップウォッチ、携帯電話検索などの連携機能がスマートフォンのアプリで動作する。Apple Watch などのウェアラブルコンピュータの登場により、イギリスのロンドン大学では、あらゆる腕時計について、携帯電話と同様に会場に持ち込まないよう通達を出し、 変わって試験中の時間確認のための受け時計を購入する予算を組んだ。日本でも日本英語検定協会が実施した i e l t s のテストで腕時計の全面的な持ち込み禁止のほか受付時にメガネの確認を行うというスマートウォッチはもちろんスマートグラスにも対応したルール改定を行った。ムーブメントを水分から保護する仕様のケースを装備した腕時計を 防水腕時計と呼ぶ。現在では一般に市販されている腕時計の多くが何らかの防水仕様を備えている。規格については一般用耐水時計の規格として ISO 2281-JISB7021 に記されている。古い防水時計ではウォータープルーフ内誌はそれに類する表記がされている事例が見られるが 今日の防水時計はいずれも、ウォーターレジスタント、またはそれを略した、ウォーターレジスト等が表記に用いられる。腕時計の防水機能は、気圧もしくは、水深で表される。基本的には、小雨に打たれたり、日常の水仕事で、水がかかっても大丈夫というレベルの、日常生活防水、水泳や潜水などで着用する10から20気圧、防水。 そして本格的なダイビングに使用される潜水用腕時計まで様々なレベルがある。表示の見方については注意を要する。三気圧防水といっても水深30メートルまで潜っても大丈夫というわけではない。この気圧は静止した状態でこの水圧に耐えられるという意味であり、三気圧防水程度では水泳等の使用は保障されない。水深で表される場合には、 実際に表記通り潜ることも可能な性能を持つが、メンテナンスを怠ると性能を十分に発揮できずに、浸水する場合があるので、注意が必要である。この種の時計は、第一次世界大戦前後に出現しており、初期の発想としては、ガラスの覗き窓と、リューズ操作用のねじ込み蓋を備えた別体ケースに、腕時計を入れ、ケースごとベルトで装着するものがあった。 これは防水性は確保できるがかさばって使いにくく、体裁も悪かった。早い時期に近代的な防水構造を採用した代表例は1926年のロレックスである。オイスター社が開発した削り出しによる一体構造のオイスターケース方式を採用したもので腕時計本体のケースにねじ込みリューズを備え従来よりコンパクトでスマートな防水時計を実現した。 1928年にはロレックスを装着した女性記者メルセデス・グライツがドーバー海峡横断ウへに成功、ロレックスの防水性を広く懸念した。ねじ込み式リューズは原理自体は理想の方法だが、全枚巻き上げや時間合わせで頻繁にリューズを使うと摩耗して機密性が下がる弱点がある。それに代わる簡易な手段として、 裏蓋やリューズ部分のパッキンにオーリングと呼ばれる、ゴムリングを使い防水性を確保する手法が広まった。リングの個数を増やせば、機密性が高まり、またリングの廊下で、機密性が下がってもリングの交換で復旧できる。合わせて、ケース材質を錆びにくいステンレス製とすること、頻繁な開閉を考慮せずともよい裏蓋部分を、 極力扁平なねじ込み蓋にして密閉性を高める手法も一般化した。オーリング方式は第二次世界大戦中には連合国側で通常型の軍用時計に広く使われ、戦後は大衆時計にまで普及した。ねじ込み式リューズと併用してより厳重に防水する手法も行われており、現在では最も一般的な防水法である。だが、 初期のオーリング式防水時計は現代でいう日常生活防水レベルの防水性能がほとんどであったため日本でも大衆向け価格帯の分野に防水時計が出現した1960年代前期にメーカーの宣伝とも相まってユーザーが防水性を過信して着用したまま入浴や水泳を行い水の侵入で時計を故障させるトラブルが続出したことがある 一部のメーカーは耐久性の要求される時計について一種の多重ケース構造に近い手法とオーリングの併用で機密性をさらに高める方法を取った。オメガシーマスターシリーズの高性能版はその代表例である。クオーツ時計では、廉価に電池交換を請け負う店舗が広く存在するが、この際に防水オーリングの組み込み、再組み立てが 時計メーカーでの生産工程同等に厳密になされるかは確証できない。したがって、電池交換の際に、電池交換後は防水機能を保証できないとする時計店もあるが、電池交換時に新品をオーリングと無料交換する店もある。時計専門店であれば、電池交換時にオーリング交換は、もちろんのこと、防水検査も実施される。 ただし、有料オプションの場合もある。メーカーでの電池交換は、例えばカシオでは、オーリング交換と防水検査は必須となって、おりこれらを省くことはできない。夜光塗料を塗布した文字盤を装備して暗い水中でも視認でき、ねじ込み式流図やオーリングなどで防水機能を確保することで、水深100メートル以上の水圧に耐えられる、ダイバーズウォッチは、 1930年代に軍用向けに出現した。潜水時間を管理する安全上の理由からも夜行防水時計は必須だったのである。オフィチーネ・パネライのダイバー用大型腕時計はその初期の例であるが本格的な普及は第二次世界大戦後である。1943年にジャック・イブクス島が考案したアクアラング装置が戦後に広まり、 スキューバダイビングが容易になったことが普及の契機と見られる。美術工芸品としての腕時計もある。材料に金や銀などの貴金属をふんだんに用い、ルビーやダイヤモンドといった宝石を散りばめた、壁な装飾品としての腕時計である。極端なものでは、風防に数カラットの大粒ダイヤモンドを用いるなど、数億円の腕時計まで存在する。 メーカーで製造されるものもあるが既存の時計を加工して作る場合もあり、アフターダイヤなどと呼ばれて区別されることもある。こうした時計は、クオーツ式ではなく、機械式であることが多い。視覚障害者が時間を確認できるように、指で直接針や文字盤を触れるようにした腕時計。文字盤には、突起が設けられており、時間を確認するときには、文字盤を折っているカバー部分を開いて、 指で触れるようになっている。無論通常の腕時計としても使用可能である。手法自体は先行して出現していた視覚障害者用の懐中時計からの踏襲である。またこのような腕時計とは別に音声で時刻を知らせるデジタル式の視覚障害者用時計も存在する。防水機能は施されていないことが多い。なお、日本において視覚障害者用の腕時計及び 懐中時計は針や文字盤への触覚で時間を知る形式のものについて消費税法施行令で身体障害者用の物品として消費税の課税対象外となっている。また消費税導入以前多くの腕時計、懐中時計に課税されていた物品税も視覚障害者用時計は課税対象外であった。いずれも福祉的用途を配慮した措置である。 時刻表示に加えて様々な機能を有する機械式、針式腕時計のことを複雑腕時計あるいは単に複雑時計と呼ぶ。機械式腕時計のトゥールビヨン、ミニッツリピーター、A 級カレンダーは評価が高く非常に高価である。一方で A 級でないカレンダー機能、サンムーン表示及び電子音の時刻音機能はこれに含めないことが多い。 単純なカレンダーや電子アラームを除いては実用よりも趣味性が強いものである。また、複雑腕時計は機能が複雑になるほど文字盤の厚さが増す傾向がある。トゥールビヨン機械式時計と比較してデジタル時計には時間計測、カレンダー、アラームといった機能の多電卓やゲームといった掲示とは関係のない機能の負荷がはるかに容易であり、 初期の頃からそういった付加機能付きの製品があった。さらに、各種センサー類を取り付けることによって、従来の時計とは異なる機能といった、いわゆるデジタルガジェット的機能が付け加えられた。デジタル時計は機能が複雑になるほど文字盤の厚さが増す傾向がある。腕時計は、利き腕と反対側の腕に着用することが多い。また、日本女性の場合、盤面を、 腕の内側に向けて着用する例も比較的多いが男性においては稀である。女性用腕時計は男性用腕時計に比べて小型に設計されているが中には必要以上に小型化されている例もある。男性用サイズと女性用サイズの中間的なサイズの腕時計はボーイズサイズと呼ばれる。なお腕時計成立の経緯から腕時計登場当初は 海中時計に比べて略式とみなされ、冷装時に着用しないものとされてきたが、現在ではそのようなことは言われなくなった。腕時計が普及し始めたのは女性のアクセサリーとしてであり、ブレスレットに時計のケースを取り付けたものが原点である。それに次いで実用的な道具として腕時計は強度と装着感が要求され、革ベルトにワイヤーを通してワイヤーの両端を ケース本体に溶接するスタイルが生まれた。しかしベルトの損傷陣などに取り外しが不便であることから、バネ棒をベルトの接合部に通しておき、このバネ棒をラグにはめ込むスタイルが確立し、現代まで続くことになる。これと、並行してコマをつないで装着感と強度を両立させたブレスレットも登場、発展していき、やはりバネ棒を介して、ラグにはめ込むスタイルが採用された。 ナトーストラップのように引き通し式のベルトをバネ棒に直接通すベルトも存在する。ブレスレットの素材は比較的安価でメンテナンスが容易なステンですが現在の主流である。その他金や鉄にと金したもの、チタニウムなどの金属がよく使用されている。稀に貝や骨、アクリル樹脂などのブレスレットも存在する。ブレスレットの形状には次のようなタイプと、 特徴がある。ブレスレットはピンを調整することで腕回りを調整することができるので、ベルトと比べて大きいサイズの腕時計を身につけられる。現在の主流は、ケースと同素材のソリッドブロックか、ロールブロックである。横へ、単連から十数連まで、ブロックコマをピンやネジでつなぎ止める。コマ数が多いほど、可動部分が多いために柔らかで、装着感も良く、 豪華な外観になるが、コストや手入れのしやすさ、強度などの理由で3連から7連が主流である。人間工学を駆使した独自の形状により装着感を向上させるなどの工夫を施すメーカーもある。高級時計の場合、ベルトは伝統的に爬虫類、哺乳類の動物の天然比較が用いられる。一般論として耐水性や見た目の豪華さで、 爬虫類の比較が高級とされるが装着感や安価という点では哺乳類の比較が勝る。そのためカーフ側に高級感を持たせるためにワニ側のような文様を型押ししたり、爬虫類系のベルトにカーフやラバーなどの裏打ちをすることが多い。いずれにしても表面は見た目の良い素材や部位を使用し、裏面は柔らかな素材や部位を用いて縫い合わせるのが一般的である。 装着感を良くするため舐めし方に工夫するメーカーもある。また、この縫い合わせの糸のカラーがデザインのエッセンスとなる場合もある。近年では人造比較が採用される例もある。ベルトはピンが存在しないので、ブレスレットと違い腕割りのサイズ調整が難しく、腕回りになるべく近いサイズを身につける必要がある。サイズによっては、 ブレスレットの腕時計より小型の腕時計になることも少なくない。清掃ではベルトの方が向いている。欧米と比較すると日本では革ベルトよりもメタルブレスレットが好まれる傾向にある。これは日本では夏場の蒸し暑い気候により多く汗をかくため革ベルトが痛みやすいことが大きな理由だと考えられる。ダイバーズなどのスポーツモデルでは 耐久性を重視して単一成形のラバーやポリウレタンが用いられることが多い。近年では高級時計でもラバーやシリコーン製のベルトを採用するメーカーが増えている。天然素材その他の素材用語としては、微乗、クラスクとも呼ぶベルトやブレスの留め金。一般的には次のタイプが多い。なお、金具にリリース用のボタンを設けたり、 さらに小型の押さえ板を設けて、不意の脱落が起こりにくいようにするものもある。またバックル内に収納された板を引き出して、ブレスの長さを伸ばすことが可能なエクステンション方式と呼ばれるものもある。バックルだけを保管しておき別のブレスレットやベルトに用いる方法がある。サイズが商品により異なるので、バックルのサイズを覚えておく必要がある。ありがとうございます。